皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメンげんさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。豊平区豊平2条にある2006年オープンのお店、元ロッカーの店主さんが作る激辛ホルモンラーメンやトッピングの焼肉が人気です。味噌ラーメン950円、マイルドな味噌にプリプリな中太縮れ麺がよく合い、わかめや白髪ネギがたくさん乗っている定番メニューです。いただきます。動物系ベースのやや甘めな味噌のスープはこってりとしすぎず飲みやすいです。熱々で体も温まる。麺はプリプリの中太縮れ麺、少し柔らかめですがスープともとても合っていますね。わかめとネギがたくさん盛り付けられています。さらにスープの中にはもやしも入っていました。ちょっとわかめがしょっぱかったので後で喉が渇いちゃうかもですね。でもスープと一緒に食べると美味しいです。他にはチャーシュー、メンマ、味玉が入っています。結構ボリュームがありますね。チャーシューは大きくさっぱりとしたタイプ、スープに浸してパクッといくと美味しい。脂身が多くなくて食べやすいですね。具材の量が多めなので私はお腹いっぱいになりそうですが、ライスが200円でおかわり自由なのでいっぱい食べる方はぜひ。味噌、塩、醤油ラーメンにそれぞれ背脂や焼肉のトッピングが人気です。半ラーメンがあるので小食の方とでも来やすいですね。そしてお店の特徴ともいえる厳冬麺、激辛のホルモンが乗っているそうです。怖くて挑戦できませんでした。お店はカウンター、テーブル、小上がりの席合わせて24席あり、結構広々しています。ただ店主さんお一人で営業されているので混み合う時間帯には提供に時間がかかるそうです。皆さんぜひ時間に余裕を持って行ってください。私は次来た時には焼肉トッピングしてみようっと。ごちそうさまでした。地下鉄東西線菊水駅から徒歩7分、駐車場は2台、席数は24席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。